皆さんいらっしゃいませ。どうも、もちゆきでございます。今回はこのキラキラステーションオーダーを引いてまいりたいと思います。私が狙うのはこのトレインコンダクターユージオというスキルでございます。これ敵の HP が 50% 以上の時になんとこれ一つで攻撃力が 250% も上昇するのでございます。これをですね、無料オーダーで手に入ったオノモッドスキルにね、くっつけようかと思っているんです。これ初期のね、オノモッドスキルなんですけど、まあブレイク中の敵へってあるんですけど、最近ブレイク結構流行ってるので案外気に入ってるスキルですね。この全体攻撃も何気にこのランブル系なので、こういう感じですね、こういう感じ何気いいんで、このモッド素材となるトレコンさんを狙いたいですね。まあそれ以外にもブレイクゲージ増加量が上昇するコネクトチェーン効果を持つこの駅員キリトさん、これ出たら嬉しいですね。まあこっち出ても鬼バフっていう強力なバフ効果を持つ覚醒スキル、これは自身を凍傷にすれば水属性ダメージがいっぱい上がるやつ、どれ出ても嬉しいんで、でもし、まあ、今1万7000ジェムくらいあるんで、駅員さんこれ当たったら引くの終わりにして、で余った分はこのフラワーオーダーにつぎ込もうと思います。このね、消費スロット枠3の追加効果、残属性の敵に攻撃力2000上昇、クリダメ 90% 上昇、このね三角3つ分あれば1つでモッド素材こと足りてしまうので、三角2つのやつと三角1つのやつとか、まあ、細々と集める必要がないということで、とりあえずこれ先引いていきたいですね。早速引いていこうかと思います。ステップ1 OK。まあ、ステップ1はこんなもんでしょう。次ステップ2行きます。お星4来た。星4なんだなんだ。おゆいの演出なんだこれ。え、武器なんだっけ。え、お、あー、いいねいいね。確定枠じゃないのに来ました。お、なんか幸先いいですね。ステップ2こんな感じですね。まあ、自分を凍傷にするっていうのがちょっと使いにくいですけど、まあ、81層フロアボスとか凍傷にしてくるので、まあ、いいんじゃないかって思います。ちょっと、まあ、いずれ役に立ったら嬉しいです。ステップ3で確定なんですねこれ。じゃあステップ3引きまーす。星3おの、はい、トレコン、お願い、演出ない、おー、来た、来た、やべ、まだジェム1万もあるよ。ちょっとね、アリスバースデーオーダー近いから眼帯アリス狙おうと思ってたんですけど、もうめちゃくちゃ狙いにくいと思うんで、もう正直モッド素材狙う方がいいと思ってるんですよ。モッドスキルとか無料オーダーで出たりするんで、まあ、とりあえずこれ欲しいし、まあ、直剣モッドこれ来たら嬉しいので、この弓のやつもいいですね。とりあえずこれ引いてきます。お、レイピアだ。11連目レイピア来い、レイピア来い来い、アスナ来い、アスナ、あ、星さんか。あ、11連目じゃなかったまあステップ1はこんなもんでしょう。じゃあステップ2行きまーす。レイピア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 来い来い来い、おい、来い、おーおーおお、光ってる、来い来い、いける、おすごい、もしかして、はじめまして。はい、よろしくお願いします。ステップにこんな感じですけど、片手再建のスキルってあんま強いの持ってないんで、これでも十分嬉しいですね。ステップ2なので、まあ勝負はステップ3ということで引きます。お、レイピア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 お願いレイピアお願いレイピアお願いレイピアお願い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 
え、なに？弓？あ、弓じょうろじゃんこれ。あー、私はあなたのパートナーだから。俺のパートナーだったのか。まあでも確定枠じゃないのに来たのは嬉しいね。あー、弓？さっきと同じかも、しかして。あれ？でも演出ない。あれ？あ、これ。あ、これいいじゃん。でも普通にターゲットが自身に向いてないやつに対して 50% で。あ、俺このチャージ機能ある、あ、これモッドスキルじゃないのか。チャージ機能あるモッドスキルだったらちょっと検証っていうか確かめたいことあったんで、普通にこれ、あ、でもチャージ機能あるやつをチャージのモッドにつけるとどうのこうの言う、うんたらかんたらある。まあモッド実装時のお知らせの意表が載ってたんですけど、まあ大体わかってるんで別にあってもなくてもいいんですけど、あったらあったでめちゃくちゃ嬉しい感じですね。バフスタック削りの効果が、これは純粋に嬉しいですね。バフ効果中の敵に全然いいですね。確定枠でこれが出たようなものだと思えば全然。あー、467A0 だ。あー、これステップ5まであんのか。あー、ジェム足んなくね。25でしょう。まあとりあえずステップ4引いちゃいます。多分5引けないけど。あー、ちょっと鑑定引かない方が良かったかな。ちょっと課金しようかな。お、エピア来い、エピア来い、エピア来い、アスナ来い、アスナ来い、来い、アスナ来たー。嘘やん、嘘やん、うせやろ。おー、マジステップ5まであとちょっとなんだけど。120円の課金で250ジェムだから、あとダンジョンとかで取って、まあ今回はこの駅員友情が当たったのでめちゃくちゃ嬉しいです。十分ワールフラッシュ広範囲全体攻撃ですね。撃ってみるとこんな感じですね。こういう、あれですね、バリトンアタッカーエギルみたいな。まあ近々2500ジェムまで貯まったらフラワーオーダー引こうと思うんで、まあ、そしたらまあ動画にするかどうかわからんけど、まあ引いてみるんで。俺もうこれ出たからマジで満足です。本当にマジで嬉す。ご視聴ありがとうございました。チャンネルとか思ってたんですけど、今ちょっとコンビニ行って課金してきたので、この1500ジェムのやつ買っちゃいます。3670ジェムになりました。ついでにコンビニで買ってきたこのマッチっていう炭酸飲料ちょっと飲みますね。あ、うめ。あ、マジでうめ。あ、うめ。やべーやべー、マッチ決まった。マジうめー。決めステップ5引きます。お、レピア、レピア、レピア来い、レピア来い、来い、来い、フラワー。あー、さっ、あっ、メランコリー全然つかめない君、メランコリー。お、弓の星音はいいんだけど別に。なんだ、あー、またジョウロじゃん。ジョウロ。私はあなたのパートナーだから。あなたのパートナーだから。パートナー来すぎ。どんだけジョウロくんねん。何個も何個もジョウロ いらん。あー、これでめっちゃ水が注げますな。つらっ。わ、もう最後のあがきでステップ1の半額だけ引こうかな。ちょっとこの250ジェム購入したら多分買えるから、ちょっとこれ課金します。もう確定枠ねえとか関係ない。もうステップ1でこれ出なかったら諦めます。ステップ1いきます。お、レピア、レピア来い、レピア、レピア、星音、レピア、星音、レピア。あー、せっかく課金したんだから許してくれよ。俺何したって言うんだよ。生命の原因小春、めっちゃ生命のねエネルギーというかね源がねいろいろみなぎってきてるね。限界突破、コングラチュレーションズ。何の祝福だこれ。というわけで再建は当たらなかったんですけど、まあ斧が来たんで全然いいです。もうもういいです。もうこれあればもういい。どうせこれ片手再建とかいいスキル俺あんま持ってないんで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。